じゃあ早速、はい、よろしくお願いします。どうしましょう。うねりがうねりありますね。すごいんですよ。強いですね、はい、まあ、ちょっと後ろ一回押さえちゃっていいですかね。しっかりありますね。しっかり、そうですね。ただすごいちゃんとハイライト入ってますね。でもこのうねり嫌ですよね。そうですね、毎日一応クルクルドライヤーで、うん、まあ、分けて分けて、うん、切る限りやるようにはしてて、うん、頑張ってはいるんですけど、うん、っていう感じで、まあそれがなくなれば楽は楽だなとは思ってはいる。任してください。ハイライト入れたですかね。そうなんですよね。そうですよね、はい、僕も急にお声掛けしたからあれだ。あ、いや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 、趣味どんぐらい10日経ってる、はい、あ、じゃあ大丈夫。あ、残留アルカリって言って、はいはい、そのアルカリが残った状態で、うん、うちで使うノンアルカリの薬つけてもアルカリが入ってるからアルカリ剤になっちゃうんですっていう、そうすると、はい、このハイライトの部分がちょっと散りついたりとかします、はいはいはい、10日経ってれば全然問題ないかなと。よし、じゃあストレートにしましょう。今日は練り取ります。ありがとうございます。カットはちなみにどんな感じ。結構毛先が、そうなんですね。小声。それは毛先が。なるほど。仕事上、うんうん、ある程度、まあ、縛ってることが多いんですけど、1本で縛れるぐらいの長さが残ってれば、うんうん、いいかなと。お任せって感じです。いい感じしましょう。はい、ありがとうございます、はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、準備します。はい、今日はこのハイライトが入った髪にストレートを当てる方法ですね。まあ酸性ストレートですね。ダメージっていうのを考慮しながらいきたいかなと思います。で、から先が結構パサついてるのと傷んでるんで、ちゃんと綺麗に塗り分けます。薬剤3種類作ります。まず根元の癖の強い部分、このうねりがしっかり出てる部分にはリッチシステムですね。リッチにファイマーのスピエラ 10%、 はい、中間部のじりついてるところは不還元させたいんで、リッチとドロップ、ドロップは CMC ですね、1対1に対してスピエラを 6% 入れてます。でさらにこの毛先のもう薬をつけたくないようなところは、はい、リトルの特取りですね。でしっかり保護していきたいかなと思います。はい、行きましょう。はい、ブロッキングしたら、まあ、襟足はそんな癖強くないですね。ペーパーを使ってまずリッチにスピエラ10%をこの癖の強いところで、この中間部のちょっとうねってるところにリッチドロップの混合で、毛先は特取りなんでこっちはハケ変えます。真ん中まではハケ一緒でいいですね。こんな感じの3層塗り分けですね。でいきたいかなと思います。超楽になりますよ。あー、本当ですか。嬉しいです。めっちゃ楽になります。練りといったらちゃんとウェーブですよね。そうなんですよね、うん、合わせ鏡で見ると、うんうん、ソバージュかソバージュソバージュか、うん、なるそれで、あの、うん、なんとかくるくるで伸ばせるところまではまあ伸ばしてっていう感じでやってるんですけど、うんうん、後頭部をこう両手で触るとボコっていうので、うん、どうしても根元の部分がしますよね。はい、どうサラサラにしたいですね。なしじゃないですけどね、ソバージュとしてもう全体だったらもう癖生かしちゃおうかなって気持ちは、意外に表面が弱かったりとかしません？そうなんです、内側のタイプですね。本当は最初セミナーモデルさん、はい、そうお願いしようと思って。あ、小山のですか？いや、どこだったかな。筑波です。筑波か、はい、筑波。すいません、あ、そう、最初筑波、茨城で唐揚げ食った。あ、唐揚げ食べました。めっちゃうまい唐揚げ屋があるんですよ。美味しかった。うまかったでしょ。美味しかった。あの唐揚げ本当うまいよね。競ってますね。競って、私のランキングは今競ってます。1位と2位。1位と2位を競ってます。いや、本当うまい唐揚げ屋があるんですよ、筑波に。でも筑波行かないですもんね。なかなかね。筑波のあの唐揚げ本当うまくて、もう行くたんびもうのけぞるぐらいうまいんですよ。小さいのお店で。小さいの、なんだろうね、ママがやってるの。あ、なんかお子さんが、お子さんの入学式のためこの日休みますっていう張り紙が貼ってありました、はい、私のランキング整理中です。整理中、ここの裏のにある両面焼きそばのアペタイトっていう店があるんですけど、そこもうまいんですよ、唐揚げ。焼きそばも美味しいし、唐揚げがすごく美味しくて、唐揚げ超うまいんですよ。私すごいハマって、なんか時間が空けば長谷さんが買ってきてくれるんで、すんげえうまいんですよ。競ってる。行ってみたいです。スバーットン、うま、相変わらずリアクション薄めのうまですよ。見習いますね、オーバーリアクション。オーバーリアクションっていうのは。うまいもん食ったら普通にうまいってなるじゃないですか。岩崎うまですよ。2文字で終わります。全部2文字で終わります。うますごよき、うますごよきで、この間松山城行ったんですよ、はいはい、すっげえなっつって言ったら白ってそれも2文字かい。白だよそれは。
よくわかんないこと言うんですよ。なんか天下取ったみたいなとか言われた。松山城登って天守閣からこうやって眺望できるんですよ、うんはいはい、であの瀬戸内海が見えたりとか、なんかそういうのがもう松山の町並みが見えるから、うん、あ天下取った感じするな全然わかんない。何言ってんすか。どうっつって城なんだこれ、こっち城を堪能してんの。じゃあ12分押します、はい、はい、お待ちください。はい、までした。よいしょ、よし、じゃあ取りました。そしたら、はい、インフォームですね、結合強化剤と浸透剤しっかり馴染ませて軽くコーミングしたら流します。で、流す時にノットのシャンプーで泡立てしてちゃんと流すんですけど、その時にもインフォームを混ぜます。髪の毛の体力を極限まで高めた状態でストレートしたいんでインフォームを混ぜていきます。インフォーム混ぜたシャンプーって本当に髪の毛強くなってくんで、ホームケアでもおすすめです。うん、良さそうですね。よし、じゃあ流しましょう。はい、じゃあまずカットいきますよね。はい、でこれ、ケラヘクトの10倍希釈ですね。化成ケラチンを入れながらいきます。もうカットお任せで大丈夫ですか。はい、感じしましょうね。はい、はい、こんな感じ、わかりますかね。このブリーチ部分も怖くない、ちゃんとリコシが出てる、これがスピエラのいいところですね。でどっちかというと結構重みのあるレイヤースタイルっていう感じにしたいんで、今日はもう透かないぐらいの方向でいいんじゃないかなと思ってます。結構ついてあるんで、よし、じゃあちょっと下見てください。はい、アウトライン結構細くなってるところをもうブラントカットですね。ブラントで取っちゃいます。結構毛先もダメージ溜まってるところあったんで、しっかりと取ります。緩やかな前上がりでいきましょう。まずはワンレングス、ベースはワンレングスでいきたいかなと思います。こんな感じで、はい、前ですね。そしたら三つ襟から前が前上がりしっかりなっていく感じ。今日モデルさん結構横が長かったんで横を切っていくイメージですね。アウトライン完成です。しっかり綺麗にコーミングしたら三つ襟から前に上げていく、上げる、横がしっかりと短くなる感じ。なんですごいレイヤー入れなくてもレイヤー調になるんですね。こうするとアウトラインで作るレイヤー感、首に沿わせてコーミングしたら、よいしょ、結構出てきます。これを三つ襟の飛び出てる毛を切ります。そうすると一気に内に入りやすくなります。はい、そしたら C シェイプで内側こういうとこですね、角が出てくるんで取りましょう。これだけで扱いやすい髪質になります。で、まあハイライトが入ってるんで今回酸性ストレートにしたんですけど、酸性ストレートの方がボリュームを潰さないで済むんですね。伸びはもちろん悪いですけど完全にできて、さらにボリューム感っていうのが潰れないんでおすすめです。顔周りレイヤー入れます。顔周りを0度で前に、0度で前に、はいはい、 OK。 そしたらあとは細かいところはストレートしてから切るんで上の角だけ取っちゃいましょう。こうしっかりレイヤー入れちゃいます。よし、じゃあ乾かしますね。乾かす前にもう今ミルボンの HP とケラフェクトの10倍希釈がついてるんで、あとはドロップを全体に手でつけて乾かしましょう。ドロップですね、ドロップをアウトバス代わりにつけます。はい、乾かします。さあ乾かし終わりました。アイロン前ちょっとうねりが取れてる。もちろんビビってないですよ。ビビってないって言うとなんか俺がビビってるみたい、ビビリモになってないですよ。なんだよ、何のカメラだ岩崎。ビビってんじゃねえよってやめて。じゃあいきますね、アイロン。はい、で普通にこの1割水分残しですね、見た目乾いてんだけど割るとちょっとひんやりするのを目指します。でもちろんツインブラシでやってしっかりと、今回200度のアイロンでゆっくりします。時間を置いた方がいいですよ、完成は。しっかりとゆっくりやりますね。いい感じにしますよ、ね。はい、でもなんかこれこの宿毛矯正ちょっと緩いんですよ。あ、はい、だから生えてきたとことの差はそんなに、うん、まあ分かんなくはないけど、今まで多分やってきたであろう宿毛矯正よりも伸びてきても分かりづらいかもしれない。あ、なるほど。はい、その方がね長持ちするんですよね。はいはいはい、ちょっと癖が残るぐらいにして、だから結構皆さん思ったより癖シャキンと伸びなくていいじゃないですか。はいはい、だってですね、ブローだって癖毛の人って実は上手かったりするから、うん、今の癖が半分以下になればいいっていうぐらいだから、そこ目指してます。あ、どのぐらいのロースパンで、うん、半年が理想ですかね。うん、いやでも全然やっぱりうねり強くなってきて、まあね、うん、悩みではあったんですけど、うん、チリチリした癖になりません、癖的に。大きいそのソバージュなのは元の方で、うん、毛先がなんかチリチリしちゃう。はい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 、はい、そうなんです。まあそれカットも実は影響してるんですけど、うん、
でもやっぱり根元きれいにしてあげると毛先もまとまりが出てくるんで、はい、ちょっと楽しみにしててください。はい、今まだそこまで湿気がなくても、うん、やっぱり雨が降られちゃうと、あ、雨ね、前髪と髪の表面がふわーって広がって、はい、とんでもないことになっちゃって今すごいストレートに伸ばしますけど、はい、もうちょい内巻きになるんで、ここは安心してください、はい、あと酸性の宿毛矯正、はい、これ皆さんに言うんですけど、うん、しばらくちょっと匂いが残ります。あ、はいはいはい、なんで乾いてるとそんな感じないんで、うんうん、ただ濡れると、だ自分でシャンプーした時に、うん、あれなんか結構臭いなってなると思うんで、うん、まあ1週間ぐらい一生続くわけじゃないんで、はい、早く取りたい場合はそのアフターカラーホームゼロっていう手伸ばしてるやつとかも、あのカキタンニンっていうあの匂いを消す成分が入ってるんで、あ、まあ、それとプラスヘマチンとか、うん、カタラーゼとかその髪に悪い物質を残さないっていうやつ、それは一応ねおすすめですよ。あ、うん、でまあ普通にしてればいなくなるんで、まあ、そうですよもないけど、まあでも微妙にそれがストレスだっていう人も多いから、なるほど、うん、サラサラになった感じしますよ、はい、こんなにシャキンとしないですよ。あ、はいはい、あ、今日ちなみに色って薄くかぶせますか、はい、多分黄色が出ちゃうと思うんですよ、ストレートやってるから。あ、はい、薄いシルバーとかかぶせといた方がいいかなと、はい、あのやっていただいて何日か経ったら、うん、やっぱヤンキー感が出てきちゃったなって、ですよね、うん、思ってはいて、ヤンキー感で割とシルバーとか白っぽい感じが、うん、は好きなんです、ね、でそういう風になれたらなとは思ってるんですけど、うん、そう、まあ矯正の乳液なんで、あのそんなにがっつり色は、ね、できないんだけど、うん、ちょっと今黄色いなっていう、うん、確かにちょっとヤンキー感ですね、うん、職場的には大丈夫なんですか。職場的には多分大丈夫かな、うん、そう思ってれば全然大丈夫ですよ、うん、ハイライトって難しいところですよね。そうなんですよね、うん、よし、はい、ストレート終わりました。綺麗ですね。このままカラーで酸化させたいと思います。アディクシー5シルバーとクリア1対2ですね。5シルバーをクリアで2倍で薄めます。2倍、3倍になるのか。さらにツヤ出し GLT とケラフェクトワンプッシュハウタブ、最近すごいハウタブめっちゃ人気です。すごいやっぱ手触り柔らかくなるしツヤが出るんで、こちら 2g 入れてます。いきましょう。綺麗になる予感しかしないですねでも任せてくださいが生で聞けたんで私は嬉しかった。そうだな生で聞けた、はい、響いてました、はい、あれ響きましたよかった一番最初に動画を見始めたきっかけが、はいはい、あの前のお店の女性の方のインナーカラー、あ、インナーカラー、はいはいはい、インナーカラーの最初に振られたって言ってました。あ、はいはいはい、イエリーカラーだはい、はい、その回で多分見始めて、うん、どん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 進めてったんですけど、うんうんうん、次にハマったワードが、うん、再度同様ですだったんですよ美容師さんに向けてはだから全然その美容師さんが聞いてたら逆も同じことだよっていう風に言ってるだけにしか聞こえないんでしょうけど、私それすごいハマっちゃって逆再度同様ですなんでお前バカにし始めた一緒です中性ですよね、今見ててもあの好きなんですよね言う結構ねやっぱり、いやでも結構本数出しましたね動画も、うん、100何20ぐらい30とか最初の頃は迷走してましたけど、なんとなく形が最近はもうつかめてきて、うん、マンネリしないようにとはいろいろ思うんですけど、うんうんうん、まあでもマンネリしようがないですけどね、うん、たまにカリスマ美容師さん訪問をするぐらい、ああ、はい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 あれはあれで楽しいんですうん、うん、中田さん自身も勉強になるし、たまにね違うこともしようと思いつつ、うん、ちょっと今回2月3月は出張続きでなかなかできなかったんで、はいはいはい、どういうのが面白いですかね。まあ今まで通りは崩さないと思うんですけど、なんか、ね、うん、面白いことやりたいなと思いますいやもう十分面白い、面白いですか、はい、よかったあと、うん、三つ襟と三つ襟この角結構見ていただいてる三つ襟とかあとあれモヒカンなんでしたっけ、モヒカンガイドガイドってやってモヒカンガイドっていうのが結構見ていただいてるじゃないですかありがとうございます、うん、確かにでも皆さん見ていただいてる方は全部見たわよっていう人もいたりとか、ありがたい。家のテレビってずっと見てるあ、そういう環境の人はいいですね。そまだそテレビでは見らんないんで携帯ではiPad ですね。あ、 iPad 多いじゃないですか。岩崎は買おうかどうか悩んでる iPad どうしようかなどうしようかなでも多分そんな使わないんですよね、きっと買ったところで
いらないかな。今迷いに迷って欲しいものなんですかって言われても思い浮かばないぐらい今何も欲しいものなんさすが。なんか買おうかなって思う。なんで誘うのですか。もうあれじゃない、稼いで買いまくってるんじゃない。ただ単に物欲がないだけなんですけどテントサウナ買っちゃえ。テントサウナマジでいらないテントサウナの上は僕めっちゃ欲しくて、どこでもサウナができます。はい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 、だから森じゃない、ね、川とかに行って、うん、奥多摩とかに行って、うんうん、それ立てて、うん、サウナでわーっちーってなったらそのまま川に飛び込む。あ、はいはいはい、めっちゃいいじゃんと思って、うんうんうん、力説してるんですけど、全くサウナに興味のない人にずっと力説してるでも最近お客さんサウナーの方増えてるじゃないですか。うん、そうだから、めっちゃいいねとか言ってくれるんです、うん、でも岩崎はもう全然みたいなお客さんとかでもなんか岩崎にサウナのなんか施設してくれる全然興味がなくて一緒に行こうよって、ね、女性で言われてたね。大丈夫ですパルタっぽいし、はい、まだ上がっちゃダメとか言われそうじゃないですか。無理無理チーシと私も秒で出ます。あ、サウナ苦手派ですか。ダメなんですよ。水風呂一定しいや違うんだって。なんですか、極限状態になることによって体がなんかその生命維持機能を一回ストップするんだ。ストップしちゃダメじゃないですか。いやいや、それすることによってもう脳がリフレッシュする。そこが整うなんですか。そうです。なんかこう言うじゃないですか、うん、そしたらなんか自分の好きなものをすごい過度に押してくるからなんかその出張でサウナがある温泉ついてるビジネスホテルとかじゃないですか、うんうん、入らなかっただけですごいなんかもうこの世の終わりぐらいに攻められる日本一のビジネスホテルと言われる高崎のココグランっていうのは、うん、あ、知ってます。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 わざわざ、うん、もうなんならアパートもいいし、なんかいろいろあるんです。高崎って東横インもあるし、うんうん、でそっち側で打ち合わせだったから、うん、ココグランはむしろ逆側なんです、うんうんうん、でもしかもココグランの方がもう 3,4 割高いですよ、うんうん、そうでもどうしても岩崎にもう味わってほしいと思ってあそこの屋上の露天炭酸風呂と、うん、あサウナと、うん、めっちゃ冷たい水風呂なんですよ、うんうん、と思ってココグランにしたんですけど、うん、普通には日の朝聞いたら、なんか内風呂に入ったって言いました。帰ってくるのが遅くてお部屋に、うん、そしたらあの温泉風呂の時間が終わってて、まあまあ朝入ればよかったんですけど、うん、風呂よりも私は睡眠がかかってしまい、なんか入ったって言ったら、入ってないですとか言ったらなんかすごいこの世の終わりぐらいに食べて嘘でしょなんかこんなにいいやつ取ったのって言われて、まあ、ビジネスホテルだけどねいらねわざわざ逆側じゃん。しかもあそこ興味な合わないんですよ。もう全国のサウナ好きの視聴者さんからうわないわっていうコメントないわできますか。あ、日田さんまだ分かってないのね、整うってことが別にええ別にええ、それは人それぞれ分かんない。サウナ入るとカイカイなるし、手当てがね、手当てがカイカイ、あ、温まっちゃって、なるんで。だってもうもう何ですか。それを超えるとかゆさすら感じだった。そうそう、絶対嘘。それは多分手荒れがないから分かんないだけ。そうか絶対嘘。マックス言ったらマジでかゆいです寝られない日々を過ごしてるんで。じゃあ、お時間はい、はい、はい、お時間経過したので流しましょう。すごいバッチリですね。チルは綺麗に入ってます。お願いします。では流しますね。はい、こちら側からどうぞ。はい、お疲れ様です。ありがとうございます。終わりが見えました。乾かして、はい、ドライカット、はい、で終わりですね、はい、よし。寒くないですか。あ、大丈夫です。大丈夫ですか、はい、僕は寒いです半数だからじゃないですか。おいまたそれ4月の動画なんだよこれ。でも今日の気温に半袖はちょっとおかしいすごいしっかり考えたね。あ、ごめんなさい。じゃあ PLT のミストとリンクオイルと手先ちょっとダメージあるんで PBT0 に混ぜます。これぐらい優しくコーミングして乾かしましょう。乾きました。はい、すごいいい色バッチリじゃないですか、うん、ヤンキー感はない、ね、シルバーもう単品なんですごいあれなんですけど、うん、黄色も綺麗になりましたね、うん、今思うといらっしゃった時結構がっつり入ってましたもんね、うん、これぐらいの方がなんかおしゃれですよ ね上品で、うん、触ってくださいですよね、うん、おー
あんまやるとやらせっぽくなる。でもいいですよね。うん、こうさ、こういう撫でるとボコボコしない。うんうん、よし、じゃあ続きいきますね。はい、さっき切ったレイヤーをきれいにしますね。よいしょ。で、斜めに引き出してこの角を取る。チョップでさっき入れてたところあたりを全部ブラントをぼかしましょう。はい、顔周りが一番ブラント出てると思います。よいしょ、よいしょ。重くなければそんなにやんなくていいと思います。よいしょ。ペタンともしないですよね、うんうん、結構ね柔らかく仕上がるんですよ、うん、ボリュームもそこまで潰れず。おっと、ごめんなさい。おっ、どうしました。何の音が漏れました。こういうなんか好きです。うわさあ、よっしゃ、うん、なんか音が漏れた。ポッてあんま透かない方がいいんですけど、トップはね、やっぱ抜け感と動き出したいんで、はい、ちょっとだけスライド入れますね。バッチリじゃないですか。よし、ちょっと一回後ろを見てもらって、はい、ブローだけですね、アイロンしないです。これぐらいの綺麗なストレートになりました。この毛先の先はね、薬つけてないんで若干まだうねりが残っちゃってるんですけど、ここブローとかアイロンでこういう範囲だと思うんで、はい、内側しっかりとツヤも出つつ、ハイライトの部分ももちろんツルツルです。ビビリモにはなってません。とハイライトに入ってるとね、縮毛矯正難しいと思いがちなんですけど、まあスピード使うとそんなに難しくないかなと思います。よし、ちょっとスタイリングしましょう。はい、じゃあ GLT 入ってるんで高温のアイロンで結合作って手出します。ただ毛先はちょっと今日内巻きでスタイリングしたいんで、中間ぐらいまでこう湯気がしっかり出るぐらい、力入れない、プレスしない、一緒か。はい、宮崎さんすいませんでした。勉強してください。うるさいわ。何なんで、プレスしない、テンションかけないだ、それです。満足ですか宮崎さん。鼻で笑うな。じゃあ結合作り終わったんでちょっと巻きます。はい、 MM スプレーですね。弾力のある巻き紙ができます。とはいえ今日そんなにグリグリ巻けないんですよ、はい、あのストレートかけたから、はいはい、毛先ワンカールだけ、はい、本当はね、なんかいろんな巻き方ね、ちょっとチャレンジしたいなと思うんですけど、ちょっと今日は毛先ワンカールでいきましょう。色めっちゃいいっすね。効きましたね。そう、しかもリトーのカラーっていう、はい、残量アルカリを取るカラー、クリア剤で使ってるんですけど、はい、それがねすごいいい働きして、ツヤも出るしダメージも少なくなるし、はい、超おすすめです。よいしょ。あとはムラシャンですね。紫シャンプー使ってます。アッシュシャンプーって持ってるんですか。アッシュシャンプーどうですか岩崎さん。アッシュシャンプー、うん、紫の方がいいです。ムラシャンの方がいいですよ。なんだか、あのちゃんと落ち着いてくれる色、うん、あ、なるほど、うん、アッシュシャンプーでも分かんないけど多分青系かなとは思うんですけど、うん、なんかちょっと硬い印象になると思うんです。ムラシャンって黄色に紫が入るとベージュになるんですよ。あ、はい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 、だから、うん、紫のいいとこって若干暖色も入るんですよ。寒色だけじゃない、青だけじゃなくて、うんうん、赤がほんのり入るからピンクですね、うんうんうん、だからまあもちろんピンクにはならないんだけど、うんうん、それがすごい柔らかい質感っていうのを作ってくれるから、うんうん、今日いらっしゃった時ちょっと硬い感じだったじゃないですか、うんうん、そう、それをね柔らかくしてくれるかなと思います。はい、ちょっと本当はもっと巻きたいんですけど、うん、ちょっとあのなんだトリートメントでアイロンしちゃってるんで、はいはい、これぐらいで、はい、はい、ちょっとアロディアデンスをいきますね。1週間ぐらいすると根元もうちょい立ち上がると思います。あ、うん、今ね、はい、今若干、うん、本当にかけたてだから少しベタっとしちゃうんですけど、もう気持ち立ち上がってくれるといいかなと思います。はいはい、うん、いやもう別人じゃないですか。すいません、ありがとうございます。はい、本当だ、別人だ。別人ですよ。はい、いい感じ、ツヤもありつつ、うん、よし、抜け感もありつつって感じですかね。あー、もう完璧。こうです。あー、おー、すごーい。
色も綺麗だし、ツヤツヤですよね、やっぱり。うん、わかります、この光ってる。わかります、わかります。ラインが出てる感じ。はい。はい、いやー、すごい。下は重めで、表面だけ抜け感のあるレイヤー。はい。完璧です、お疲れ様でした。ありがとうございました。はい、そう。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。した別人。いただきました、バッチリすごいね、あのやっぱりハイライト入ってるとすごい宿毛矯正難しいって思われがちなんですけど、スピエラを使った宿毛矯正ですね、今日使ったのは。なんであのリスク少なくある程度伸ばすことができるんで、もう本当シャキーンとまでは伸ばしたくないし、でさらにあのブリッジしてあるところはどうしてもベビーリボンになったらすごい嫌なんで、こういう感じで、やるっていうのをお勧めします。でついでにあのカラーで酸化することによってもう少し黄色くなっちゃってたハイライトっていうのもうまく色素っていうのを出せたんじゃないでしょうか。はい、以上です。ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様です。ありがとうございます。はい、お疲れ様です。ありがとうございます。こんな感じで終了です。はい、すみません、良さそう良さそうですね。はい、本当なんか全然違うで、昔かけた宿毛矯正とまた違くないですか。自然というか、はい、もうまっすぐのまま帰られてたんでそうはしませんお疲れ様です。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい、すいません、失礼いたします。終了しました。お疲れ様でした。お前の年がら年中眠いのは何、飲んでるんで、すいませんねいや、でも良くなった。あれ、薬眠れないんですよ。だから眠いです。で、薬飲んでさらに眠いんですよ。わからないでしょうね、この気持ちなんて。わかる。いや、わかんないいや、今とっさに言ったけど絶対わかんないよね。ごめん。イラ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 イ。じゃあそんな感じで今日も終わります。また。バイバイ。